ちょっとバタバタしていますが、これから、皆さん、噛みました。はい、これから第7ライブを始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、本日は主役ということでですね、初めてでとても緊張しておりますが、頑張っていきたいと思います。よいしょ。あ、見えそうだな、こうしとこう。ちょっと新曲の歌詞をね、貼っております。で、いけた。はい、はい、ということでですね、改めまして、皆様今日はお足元の悪いかどうかわからないですけれど、はい、天気お日柄もよく、皆様こう集まっていただけて本当に光栄です。今日はですね、私の生誕祭ということで、思う存分盛り上がっていけたらと思います。早速1曲目の方を聴いてください。再感じてシグマ見て I must let you know 再感じてシグマ見て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  I must let you know 再感じてシグマ見てでも全然通じない、目を合わせ素振り見せでも全然反応ない、もどかしくクレイジーマジやけになるよミスティお家の方ファイティン再感じてシグナル見て Don't need a Don't need a 待ってあげよう恋のアピール気づいてない空気も表情も止めないの何をしても今の
今日はですね、生誕祭ということで、皆さん盛り上がっていきたいと思うんですけれど、このご時世の中なので、しかも最近第3波が来そうな予感ということで、皆様感染対策しっかりもできていると思いますので、感染対策をした上で改めて見ていただけたらと思います。はい、ということでですね、今日は生誕祭ということで、私のことやいろんなことなどを語りお話できたらいいかなと思っております。今日はですね、この後発表するんですけれど、新曲を歌わせていただきます。はい、ちなみにですね、新曲裏話ということで、私の新曲のお話がですね、1ヶ月、2ヶ月前ぐらいからそういうお話になってて、ほう、やったーみたいな感じで、もうずっとワクワクしてたんですけれど、でどんな曲にするかっていうので、すごくこうお話ししてて、でもこの曲は先に言っておくと、この曲はミミリのメンバーや、いつもお世話になっている方々への感謝の気持ちを込めた、なんとかこの曲となっております。そちらのですね、歌詞がすごく、メンバーとかも言ってたんですけれど、すごく心に響くだったりだとか、こうじんとくるような歌詞になっていますので、そちらの方も聞こえないかもしれないけど、私の滑舌で歌
たけど、まあ、よかったら聴いていただけたらと思います。新曲がですね、ちょっと早く行くのがもったいないし、ちょっと長めに MC を取ってるので、ちょっとずつ話せたらと思います。まず私が生誕祭に至るまでの、今まで何してたのかみたいな感じの近況をちょっと報告させていただきたいと思います。ですね、私が Twitter をずっと開いてなかった理由が、まあ、開いてなかったっていうか、もうほぼ見れてなかった状態なんですけれど、まあ、それが、まあ、今日朝ねツイートをさせていただいたんですけれど、私が先週ぐらいからかな、ちょっとテスト期間の方に入ってしまいまして、で、今週の水木、間違えた、今週か、今週の水木金がテストだったので、まあ、ちょっとさすがにねテスト勉強もしなきゃやばいよねっていうことでテスト勉強してました。木曜日とでテスト勉強で重なってたんですけど、これまた面白い話、テスト勉強と新曲の練習が重なっちゃってでやばいやばいみたいな感じになってたんですけれど、で本当にもうやばいやばいなんですよ。で、誕生日のツイートの時にですね、深夜さんから例の物ができましたって書いてたんですけど、それがその新曲なんですね。はい、で新曲の発表において、で曲の歌詞を送られてきたのがちょうど今週ぐらいかな今週ぐらいで、本当にやばいやばいみたいな感じで、でも一緒にテスト勉強もしながら気を握りながらみたいな感じでやってて、でも木曜日レッスンがあったので、で木曜日のレッスンの時に確認をしてて、歌詞見ながら大丈夫じゃないのみたいな、でこれで頑張ろうみたいな、気合で乗り切ろうみたいな感じで、で今日さっき紙持ってたのもちょっと歌詞を間違えるかもしれないという事情があって、一応持ってきています。一応リハーサルではね、あの歌えたんですけれど、まあ、ちょっとどうなるかわからないので、やっぱ念には念をということで、あの備えれば憂いなしということなので、ちゃんとしっかり持っているっていう感じなんですけど、これがですね、すごく本当に何回も言うんですけど、新曲がすごくいい曲になってて、でまあ配信の皆さんもね、ここにいる皆さんも一緒にこう気持ちをこう、ううっていうか、こうジンとくるなみたいな、いい歌詞だなみたいな感じで思ってもらえるように、これからもどんどん歌っていきますので、またまた聴いていただけたらと思います。またちょっとこれも次の曲に行く流れになっちゃったから、じゃあもう3曲目に行きたいと思います。ちょっと準備の方をさせていただきますね。ワンちゃん見えてるか、見えてもみんな見ないことにしてくださいね、それがお約束ってやつなんで。はい、じゃあ10秒間だけ皆さん、あのシンキングタイムっていうか、ちょっととあるタイムを設けましょう。この曲の歌詞が、歌詞じゃないわ、題名がすごくいい歌詞となっております。ヒントが空に映るものっていう感じなので、皆さんどんな歌詞なのか想像、どんな歌詞っていうか、どんな題名なのか、どんな歌詞なのか、ちょっと想像しながらお待ちください。でその間に謎解きも解いていただけたらと思います。私は次の準備をします。ちなみに皆さん、謎解きの方は解けましたでしょうか。私はですね、控室に帰ってから即問題に挑戦してみたんですけれど、1問目と3問目はミヨンと一緒に解いてできたんですけれど、2問目がどうしても分からなくて、後でそのシンキングタイムを設けるっていうふうにね、ティナの方から言ってましたけど、そのシンキングタイムで皆様に聞こうと思いますので、はい、先に言っておきますね、もう聞こうと思いますので、あの皆様本当にもう分かった時点で、あのてか私が解く前に皆様問題解くようにお願いします。はい、ということで準備ができましたので、それではできてなかったベレー帽にこれは合わないわね、ということで、はい、ベレー帽を取って、はい、ということで皆様お待たせいたしました。続いてがやっとやっとのヒロです。新曲となります。それでは聴いてください。さっきまでた眩しい
歌詞を、水曜日に送られて、歌詞を頑張って、まあ、一応置いてるんですけれど後半からはほぼ見ずに歌いました。頑張りました。拍手。はい、ということでですね、この曲の題名は Shining Star という曲です。これはですね、先ほども申し上げたんですけれど、リメリーのメンバーやお世話になっている方々の皆さんに感謝の気持ちを込めて、これからはね、私があなたが動けなくなるほど思え、10の言葉に刺されても、私が素敵なところを100教えてあげるっていう、すごくいい歌詞などが入っている、心に染みる曲となっています。はい、配信の皆さんもね、ここにいる皆さんもお楽しみいただけたでしょうか。私の、ごめんなさいね、ちょっと拍手しようと思ったんですけれど、はい、これのね、一応歌詞を書いてあるんですけど、ここに全部メモとか書いてて、でもすごくね、ここはもう弾くよ、ここはもうね日本語ダメだよみたいな、まあ、すごくいろんなことを書いてる、ちょっとわけわかんない紙なのでお見せはできないんですけれども、すごくいい歌詞となってるし、とてもこの曲自体もいい曲だし、ちょっとねこう今すごくこう歌ってるんだけど、これからもうちょっと良くなるよみたいな部分もあったりとかするので、皆さんこれからも、この曲をと、私のこともこれから応援してくださったらと思います。はい、時間が押すかもしれないので、じゃあ次で最後の曲になりますが、聴いていただけたらと思います。それでは最後この曲を聴いてください。
でしょうか。パチ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 ということで、はい、新曲もあり、少しいつもよりか長いステージとなりましたが、楽しみいただけたようなのでとても嬉しいです。はい、この後に関しましては、抽選会の方と、いろいろ、その後はシンキングタイムの方と、まだまだ予定は予定催し物か催し物はたくさんございますが、これからもこの後も楽しみいただけたらと思います。はい、ということでですね、最後に一つ告知というか、まあ、一つ、お知らせを使用しておきます。そんなに大事っていうわけじゃないんですけど、まあ私がですね、お菓子作りをするのが好きで、よく、3月頃の方は、まあ、コロナの自粛中ということで、お菓子などを作ってあげたりしてたんですけれど、最近ですね、まあ、学業のこととリメリーの活動がどん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 上に上がっていってることもあり、お菓子を作る暇より踊る暇の方が楽しいぜみたいなことがたまにあったんですけれど、ちょっとね、最近息抜きも大事だなということを知りまして、で、私は久々にというかマカロンを作ってみました。はい、一回ね、Twitter の方にですね、今なんかすごく面白い機能が新しくできたみたいな、フィートというインスタグラムでいうストーリーみたいな感じですね、機能が増えたみたいなので、で私もそれを使ってみようかなと思って、使った時に、まあ、その新しいの出るのでお待ちくださいねって書いてたんですけれど、それがちょうどマカロンを作ったという、なんともすごいことが起きました。はい、マカロンのことにつきましてはまた動画も一応撮ってあるので編集して、でそれをどこに出すかはまた分かりませんが、なんかね、その動画もちょっと顔はね、すごい顔になってるんですけれど、まあ見ていただけたらと思います。一応マカロンを作ったという報告だけです。はい、とても美味しく仕上がりました。また作った時にはね、またいつかバレンタインだったりだとか、またクリスマスだったりだとか、皆さんコロナが落ち着いたからね、また一緒に何か作れたりとかできるような環境になったら、私もお菓子作りたいなって思ってるので、その時はまずいお菓子にならないようにだけは頑張りますので、もしよければそれも食べていただけたらなと思います。はい、以上にて夢のライブは終了しますが、この後もいっぱいありますので、まだまだお楽しみください。以上で夢のライブを終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。ライブ配信の皆さんもありがとうございます。じゃあこの後は、抽選会の方になりますので、私はじゃあここに寄ろうかな。はけます。はい、はけます。